藤沢文沖縄、日本の劇作家、演出家、音響監督、プロデューサー、翻訳家、作詞家、漫画原作者、ゲームシナリオライター、ラジオパーソナリティ、東京、六本木生まれ。ミュージカル、ストレートプレイ、音楽朗読劇、音響監督等、ジャンルを超える舞台演出家、劇作家として、国内外で幅広い作品を手掛けている。 ロンドン大学で学んだバイリンガルの劇作家、舞台演出家である。ボイスリオン、リーディングハイ、シアトリカル、ライブ、サウンドシアターの設立者であり、音楽朗読劇創作の第一人者とされている。農学、北流理事。祖父は、本田総一郎と共に、本田技研工業を世界的な大企業に育て上げた、藤沢武雄。文化人として、 アクロスエンタテインメント所属。1976年4月19日、東京都港区六本木で生まれる。幼少期は、祖父の藤沢武雄に預けられて育つ。広明学園高校卒業後に突伏。母親の住むパリで演劇を学んだ後、イギリスへ渡り、ロイヤルホロウェイにて、ファンデーションコースを終了。ゴールドスミスカレッジ演劇学部を卒業。 ロンドン大学から演劇学の学士号を取得。2005年、英国ロンドンのキングスヘッドシアターにて、オリジナル作品、ヒプノガージーアを、上演、劇作家、演出家としてデビュー。2007年に帰国し、日本での活動を開始。劇作家の傍ら日本テレビの日本史、サスペンス劇場に、藤沢大介名義で、歴史監修、脚本家として参加した。 2009年より藤沢朗読劇と呼ばれる音楽朗読劇プロジェクトを開始。新感覚音楽朗読劇サウンドシアター創設。2015年3月からアクロスエンタテインメントに所属。2月サウンドシアター脱退を表明。同時にプロダクション IG とアニメーションに特化した音楽朗読劇シアトリカルライブ設立を発表。4月 バルキリー・アナトミア、ジオリジンマイナスのメインシナリオライターに、就任5月、東宝と、クリエプレミアム音楽朗読劇ボイスリオン設立。5月、農学、北流の理事に就任。12月、ソニーミュージック・エンタテインメントと、3.5次元、朗読劇リーディングイを設立。2月27日、公益社団法人日本演劇工業協会より、助成金を授与される。 また同年、山地和弘が、藤沢文王原作の一人芝居、江戸海北ムカサリで、第59回毎日芸術賞を受賞した。5月、BUNO、藤沢オフィシャルファンクラブ、BB テディークラブ発足。7月、ロンドンデビュー作、ヒプノガージーヤが、ソニーミュージックエンタテインメント設立50周年特別企画として、再演された。9月、 クリエプレミアム音楽朗読劇ボイスリオン、信長の犬に重要無形文化財、農学保持者の農学師である、塩津哲夫が出演。1月、シュブルノートシェーブルノートが上演され、2日間で、朗読劇としては、異例の約1万4千人以上の集客を記録した。11月、藤沢原作の音楽朗読劇、マーズ・レッドが漫画家、カラカラ煙によってコミカライズされた。 2月、藤沢原作の音楽朗読劇、マーズ・レッドのアニメ化が発表された。朗読劇からアニメ化されるのは、アニメ史上初となる2月、東京国際フォーラムホールへにおいて、朗読劇史上初の噴水や炎を使った作品、エルガレオンにおいて1万5000の動員を達成する。2月から3月、日比谷シアター・アクリエにて、上演予定だった女王がいた客室が、 新型コロナウイルスの影響で無観客上演と配信が決定したがファンから寄せられた応援メッセージを客席に貼り付ける演出でこれはもはや無観客上演ではないと話題になる9月信長の犬が帝国劇場で上演決定となる一人の原作脚本演出が帝国劇場で上演されるのは稀な上朗読劇の上演は 帝国劇場史上初となる。12月朗読劇として、初めて、日本武道館の上演が決定する。オリジナル作品である、アルケミスト・レナータス・ホムンクルスの原作、脚本、演出を担当する。2月帝国劇場で上演された、プレミア音楽朗読劇、ボイスリオン9帝国製歌舞伎信長の犬が、第15回声優アワードシナジー賞を受賞。 制作、東方2月藤沢原作の音楽朗読劇、マーズレッドが、スマートフォン向けゲームアプリ、マーズレッド、枯れ肌れ時の死となることが発表された。原作、脚本、音響監督は、藤沢文沖那が担当する。6月完全、オリジナルミュージカル、クロスロード悪魔のバイオリニストパガニーニが、日比谷シアターグリエにて、上演決定する。 朗読劇からミュージカル化するのは、東方ミュージカル初となる。年の記載は、ーの対象年。ロンドン大学を卒業しており、バイリンガルの劇作家、舞台演出家である。劇作家として、朗読劇を中心に活動しているが、同時に漫画原作や、ゲームのシナリオ、アニメ、落語、テレビの文化監修、音響監督など手がけている。 朗読劇創作の第一人者とされ、藤沢朗読劇とも評される音楽朗読劇を上演しており、現在最もチケット入手困難な朗読劇、呼ばれている。0から1を生み出すことに、こだわりがあり、基本的にオリジナルストーリーを作り続けている。客席に、風や煙を送り込んだり、劇場によっては、本物の炎を使用するなど派手な演出を用いる。そのスタイルは、 手に汗握る、音楽朗読劇と呼ばれている。祖父は、本田技研工業の創業者の一人である、藤沢武雄であり、一族には、大英の中内家をはじめ、木桜の松本や、三井財閥などがおり、皇族も登園にある。舞台演出、脚本は英国で学んでいるものの、日本文化への関心も高くの楽北流の理事を務め、 津軽三味戦争者、吉田良一郎の弟子でもある。舞台に興味を持つきっかけとなったのは、祖父、藤沢武雄が幼い藤沢を、オペラや歌舞伎に連れ回していたこと、さらに死ぬ、直前のクリスマスプレゼントで、ムソルグスキーの歌劇、ボリス・ゴデノフのチケットを与えられたことと語っている。一般的に演劇では、演出助手という職があるが、イギリスには、 演出助手という文化がなかったので、使い方がわからないという理由で採用していない。スタッフのアイデアや手柄を独り占めしないようポリシーとしており、常に裏方もアーティストであるとアイデアを出したスタッフの名前は必ず発信している。音楽ライブのスタッフと演劇のスタッフを融合させたチームを率いており、自由にアイデアを出し合って構築していくスタイルをとっている。 また、音楽チームに関しても、BGM とは呼ばず、FGM、つまりあくまでも、キャストと対等であることに徹底していると語っている。藤沢文沖野の,のマスコットキャラは、ブラックテディであり、ロゴは、雪輪に奇凶である。自身の舞台の出演者とはその後も仲良くなることが、多く。特に、 日本デビュー当時から出演を重ねている山寺光一や林原めぐみ赤三河高谷、諏訪部淳一、並川大輔、沢城美幸、僕ろび、山地和弘、石井正則、村中俊之、小杉社大とはプライベートでも仲が良い。また音楽監督として藤沢朗読劇,劇に参加している吉田良一郎に津軽三味線を支持しており指定関係にある。 音楽朗読劇。自らが英国から持ち帰った朗読手法と、日本古来の和芸である落語や、時和図、声優文化、オペラやミュージカルの手法を混ぜ合わせた、藤沢朗読劇,劇と呼ばれる、独特の朗読スタイルで、2009年から取り組んでいる。ナレーションを排除し、セリフのやり取りだけで進行し、炎や爆発、レーザーなどの派手な演出が、持ち味となっている。 2009年帰国した藤沢がこの江田田を芸術監督として迎え設立した音楽朗読劇プロジェクト2016年2月26日にこの江田田と藤沢文沖縄制作サイドとの方向性の違いからともに脱退しているサウンドシアター自体は2019年現在も活動を続けている東方クリエプレミア音楽朗読劇東方が 四国の声と考えるキャストに、のみを選定している。プロダクション IG 主催。東映アニメーション他各社と組んだ音楽朗読劇。2017年に発足したソニーミュージックエンターテインメントとコラボレーション企画で3.5次元のエンターテインメント。太塩藤沢文沖永担当。出演者など、詳細のない公演については、 作品記事を参照のこと。2012年2013年2014年から2015年201920演奏、中島康高アコースティックギター、羽鳥美咲フルートピッコロ、安田七子クラリネットバスクラリネット、安田健太ホルン、山崎千尋トランペット、東条あずさトロンボーン、白本彩花バイオリン、村中俊行チェロほか2013年2015年。 2016年2 0 1 7マイベストフレンド、a t ザホスピタル出版、認定 NPO 法人社員、オンキッズ文章、藤沢文王写真、霧島ローランド認定 NPO 法人社員、オンキッズのファシリティドッグアンバサダーとして、ファシリティドッグの普及活動をしている。ありがとうございます。